先生ジャンベの先生です。ジャンベ叩いてる、はい、ジャンベ叩いてます、ね、叩いてる、はい、本当に、はい、手叩いてないでしょ。あれね、手痛くなるんですよ、本当に。ではね、ジャンベさんはここにちょっと座ってもらって、ね、あ、今日1名で来たわけじゃないんですか。そうそう。2名で起こすで、ね、ジャンベわかりました、はい、大丈夫ですか。今日結構飲めますか。じゃあロックですかね。わかりました。すごいお客様現れましたね。ジャンベさん水割りがいい。あ、水割りがいい。了解しました。もうジャンベ歴何年ですか。ジャンベ歴はもうね、15年ぐらいになる。15年ありますね。でもその前も、うん、なんだろう、いろいろ楽器やってる。そうそうそう、ね、ちっちゃい頃ピアノやってて、その後ギターやらベースやらドラムやら、なんでもできる。管楽器以外は大体で稼いでる。で、うんうん、このジャンベに最終的に、じゃあ、もう長く長い付き合い、一番長い長い付き合いだったのが、そうですね。大体みんなそんなもん。ジャンルとしては、うん、どういったジャンルで主に使われてるのか。ジャンルはね、でもね、どんな、最近どんなジャンルにも使われるようになったけど、まあ、もともとは西アフリカの打楽器だから、すっごい音がなるもんね。なる。うん、多分ね、手で叩く打楽器だと世界で一番でっかい音がなるんじゃないですか。ちょっとジャンベさんにちょっと、ね、ちょっとジャンベさんの音を聞かせてもらえる。ジャンベさんの音を聞かせて、はい、いいですか、ジャンベさん、すみません。ごめんなさい、飲んでる時ね。うん、結構張ってるから、このね、真ん中のところをね、叩くとね、こうやって低い音が、で、この辺を叩くとね、この高いところは、うん、中に何が入ってる。そうでしょ、気になるでしょ、うん、これね、ここは普通に木の縁なんだけど、こことね、この下のところにね、鉄の輪っかがね、はい、だからちょっとカンって、そうそうそう、あとここにも鉄の輪っかがいて、それでこの、そう、紐を引っ張って皮をこう挟んでこう引っ張ってって状態にする。へー、そう、すごいです。ちなみに どこ製ですか。これはね、マリ共和国ってみんな知らないでしょ。知ってる方もいると思うね。そう、マリ共和国でね、この木は何の木か知ってる？この木何の木ってね、気になった方も多いかと思うけど、これはね、レンケって呼ばれてる木。レンケ、うん、アフゼリアっていう木、うん、そう、アフゼリアって木なんだけど、レンケって呼ばれてる。これはね、神が宿るって向こうでは言われてる木で、へー、うん、で、結構実がしっかり詰まってる重い木、うん、楽器としてはね、もうちょっと重たい木の方がちょっと向いてるかなって感じもするんだけど、やっぱ神様が宿るって言われたらね、これほど価値のあるもんね、結構高級な。それをこれ一本、この木を丸々くり抜いて作ってるって知ってた？知らなかった。知らなかった。これね、人の手でこうガン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 掘って木を一本くり抜いて作って、だからこのぐらいのサイズの木1本から作ってる。ガン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 叩いてる、うん、削ってほら、こう削ってる跡がちょっとあるでしょ。はいはいはい、すごいね、これね。で、ほら、真ん中が空洞になってる。これも、わかる、はぁ、これも全部ね、手彫り。すごくない？そうなんだ。すごい、ね、そんな手間がかかってるんだ。そう、それにお高いんでしょ。これ売り物じゃないですから、ね、お高いんでしょ。そういう高いじゃん。値段もいろいろあるけど、それって空輸の差だったりするから、はい、結局安ければ悪いかって言ってそういうもんでもないから、安いやつでもいい音が鳴るのがいっぱいあるから、ぜひみんな始めて
なんかね、ちっちゃいのとかありますよね。あるある、お土産屋さんのね、うん、お土産屋さんでも本格的に作ってるのだといいよ、ね、うん、あの、音域広いですよね、うん、すごい音域は広い、うん、そうね、だから使い勝手はすごいあるし、結構いろんな音楽にも合わせられるし、単体でも使えるし、まあ、まあでも元々多分そのこの楽器を作ってる、うん、なんていうんですか、民族の人たちがやっぱりこう慣れ親しんでた楽器なのね、うん、そうね、うん、だから結構そういう民族楽器って大体例えば戦いに行く前、うん、帰ってきた時、結婚式とか、うん、ほらそういう時にやっぱりみんな叩く、宴の時にっていうのが多くて、だ今ね日本でジャンベやってる人が見かけるとみんなそういう民族音楽をやる。でもねやっぱりそういういろんな伝統もあるけど、みんなねもうちょっと自由にこの人を扱ってほしいなと思って、ね、そんなに自由に、うん、昔の歴史的な音楽をやろうってこう固まったことやんないで、もうちょっと自由になる、まあ、それこそさっき言ったね、その結婚式だったり、うんうん、あの戦いに行くとき、そして帰ってきたときみたいな、うん、まあ、生活に寄り添ってた感じ。そうです。でもね、そこを勉強しすぎるとね、みんなあのここはこう叩かなきゃいけない、この音を出さなきゃいけない、多分先生ぐらいのもんですよでもみんなね、そうなりがちでね、ついつい硬いスタイルになっちゃうから、そうじゃなくて単純にこういう音が鳴る楽器なんだって言って、もっと自由に使えないね。じゃあちょっとそれを教えてもらおうかな。お、言いますね、はい